て、やっぱり価値っていうんですかね、本当にそういうファンへのファンサービス、ファンサービスファーストじゃないですか、僕らのスポーツで。どっちかってそれが遅れてるんですよ、格闘技界って。野球でもサッカーでもアメリカンフットボールでもみんなそうですよ。でもそれをちゃんと地で行けてるんで、そういう姿をやっぱり若い他の選手にも見習ってほしいなって後ろから見てそう思いましたけど、このぐらいでいいですか。はい、じゃあお願いします座っていただいて、はい、座っていただいて、すいません。はい、お待たせしました。それでは堀口恭平選手のインタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。ベルトが似合います。ありがとうございます。気分お願いします。はい、今の気分をね。気分をね、そうですね、まあちょっとハプニングとかもあって、まあやばいかなと思った時もあったんですけど、まあしっかり有言実行できてよかったかなと思ってます。まあ、みんなの期待通りと、まあ、ご自身で言った通り優勝という形なんですけども、改めて今日のトーナメントを振り返ってみてもいいですか。まずマネルケープ戦。そうですね、マネルケープ戦はやっぱり思ってた以上に打たれ強くて、何発もカウンターが入ってるので倒れなかったので、まあしっかりテイクダウンになってきたりとか、結構トータル的なファイターだなと思いました。はい、3ラウンドまで行きましたけど、はい、やっぱりタフだなと思ってたんです。そうですね、もう右がボロをカウンターで何発も入ってるのに、グラッと攻めて、その後すぐ立て直してきたんで、まあ、すごいなと思いました。最後はテイクダウン取って締め技で行ったんですけども、もうあそこは切り替えて、というかヘッドを頭をちょっともらっちゃって、それでまあちょっと朦朧としてる中、やっぱ打撃だとここだと危ないなと思ったんで、これも多分ヘッドバットがなかったら多分もらってない傷だと思うんですよ。じゃあまあ危ないなと思って、まあ戦略変えてテイクダウンやりました。反転は狙いでいった感じなんですか。いや、そんなことないです。しっかり決めに取ってました。はい、で最後の勝なんですけど、決勝戦は、そうですね、決勝はまあ狙ってたんで、カウンターのストレート、まあもう1ラウンドの終わりで結構徹底的にもう決めれるぐらいまでいったんですけど、はい、あそこは間違いなく、そんなことないです。石渡選手は1回対戦してて打たれ強いって知ってたんで、まあここじゃ決めきれないなと思ったので、まあ別に心は別にそうなったと。1回戦終わった時点で、キスは縫ったんでしょうか。そうですね、縫いました。4針縫いました。実際その視界というか、こうちょっと縫うのが出てきますか。あんまりないです。大丈夫です。試合ね、セモンドマンドラムを作ったと思うんですけど、どんなアドバイスなんですか。そうですね、まあ、いつも通り競技のスタイルでやれば絶対勝てるかなっていうアドバイスと、まあ、ポイント的な寝技はこうしろ、ああしろっていうアドバイスです。バッティングを食らった時はちょっと足が2つ言ってましたけど、はい、ご自身の意識としてはどうでした。そうですね、まあ、完璧飛んでましたね。はい、よくそこからこう立てます。いや、もう本当にライジンさんのレフェリーさんはすごいなと思いました。あそこで止めてくれて、本当に自分今の自分があるんで、まあ、本当にありがたいです。次が上がったんです。そうですね、
すみません、右の位置は、はい、どの攻撃というか、どの局面で割れたんですか？そうですね、マネーキープ戦で、頭が顎に上がって、で、相手がバーッと詰めてきたときに、パンチをバーンともらっちゃって、あ、そうですね。右のパンチですね。そうです。わかりました。はい。そうですね、別に階級は上がったので、このままでしょうかね。対戦相手、誰と戦いたいとかは、ないですね。質問ある方、大丈夫ですか？じゃあ最後写真撮影で終わりましょう。明日も一夜限りなんで。はい。はい、じゃあ